平成1年です。今回はですね、ヒルトン沖縄瀬底リゾートにやってきました。ここはね、ヒルトン日本初のビーチリゾートとして2020年7月にねオープンしたばっかりのホテルなんですけれども、位置としてはね、美ら海水族館がある本部町から橋を渡ってね車で行ける離島になります。那覇空港からだと大体約1時間半ぐらいですかね。それぐらいですね。でそんなね、ヒルトン瀬底リゾートのポイントっていうのはね、まず一番はね、透明度抜群の天然ビーチが目の前にあって、オーシャンビューの部屋から眺めることができるんですよね。でサンセットももちろんそこから見るの綺麗だし、夜にはね波の音が聞こえてね、星も見えます。そんなね、南国の美しい景色がこうぐっと変わっていくのをこの動画ではお楽しみいただけますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは行ってみましょう。じゃあ早速ね、チェックインしたいと思います。すごいな、マジで。ちゃんとね、されてるな。ご住所と、使えなければメールアドレスのご記入をお願いいたします。レストランでご利用いただければと思います。日曜日ですね、までしかご利用いただけないのですので、ぜひご利用くださいませ。これこっちの館内でも使えるんですか？はい、使えるございます。はい、レストランでご利用いただけますので、はい、ぜひご利用ください。わかりました。ありがとうございます。チェックアウト時間なんですが、それで終了になります。至る所もね、こういうね、感染予防対策のものが置かれてますね。かなり徹底されてるんだなっていうのがわかります。はい、じゃあこれでね、行きましょう。ここから、部屋がね、6階なんですけど、これをね、こうやってね、かざして、で、ロックってやったら、行くという感じですね。で、9階まで行って、客室をそんなに置くのか。いい感じですね。よいしょ。で、今回は1630なんで、こっちですね。じゃあ、あんまりね、大きな声でやるのね、迷惑なんでね。ですけど、多分ね、オーシャンビューだと思うんですよね。だと思うんだけど。駐車場ね。今下から、ここの下からね来たってことです。っていう感じですね。
オーシャンビューですね。おっしゃー、電子綺麗。うわー、すごい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 。やっぱ新しいな、電子。すごい新しいですね。うわー、すごいな、ここ。ちょうどね、家島タッチが見えますね。ちょうど家島タッチ。まあ、そんなにね、広くはないですけどね。うわ、すごっ。明日プールさん、すごいよそこ。じゃあちょっと開けてみようか。よいしょ。うわーすごい。すごいっすねここ。眺めがすごい。プールですね、下のプールで、伊江島タッチがこっちなのね、この左側ね、伊江島タッチですね。あ、全然でも6階でも全然大丈夫かな。うわすごいすごいすごい、こういう感じでね、あるんですけど、ここね、すごいのがまあすごいっていうかあれなんですよね、これがすごいな、これお風呂場が見えてるっていうね、これすごくないですか、これこう、そうお風呂場がね見えてるっていう、まあ、ちょっと今からねまた部屋の紹介していきましょうね。ちょっと見てみます。ここに広く取られてますね、ここは。まあ、ここにね、荷物とか置くんでしょうね。で引き出しをね、よいしょ。うん、あ、金庫だな。金庫。で、ここか。あ、これが着替えですね。なんか、やっぱ南国っぽいよね。新しい匂いがする、やっぱ出来たてだからね、部屋自体がやっぱね、こういう感じで置かれてて、でここが冷蔵庫ですね。まあ何も入ってんね、まあ、あんまいつもみんな入ってないですよ、ここはね。あとはコーヒーもあるね、ちゃんとね、スペースもあるという感じですね。おお、あ、ワイングラスもあるぞ。ワイングラスとね、コーグラスですね。で、ここがポットか、ポットと掘り入れるやつだね。いやーすごいなー、でも死にでかいね、死にでかいし、そうで、こうね、やっぱもう新しいからね、すごく匂いが伝わらないのがちょっとマジもったいないんですけど、あの新しい家の匂いあるじゃないですか、ああいう感じの匂いがする、ね、すごい新鮮ですね、本当に。あんまりね、沖縄の、まあ、いっぱいね、できてるからあれなんですけど、僕はね、新しいホテルとかにそんなに泊まったことがなくてね、リユーシだったりとか、
ああいうところとかも、もうねずっと昔からあるじゃないですか。だからね、そんなに泊まったことないんですけど、やっぱりここ新しいとこやっぱいいっすね、ほんとね。うん、これなんだろう、これ。あ、こういう風にね、あれなってみたら、このライトがついてるんですね。でこういう風に足元と入り口とか全部こっちに消せるんですね。で USB もちゃんとついてるし、コンセントね。いやー、これはすごいな、ほんとに。にも一応一緒のものが出ますね。次ね、洗面所。お、よいしょね。何ですかね。こういうですね、櫛とかね、ホットセット、歯ブラシ、子供用のもありますね、ちゃんと。ブラシとか入れるやつですよね、多分ね。面白そう。これなんだ。何ですかね。あ、ドライヤーだな。ドライヤーだ。ちゃんとこれ。うん。ドライヤーもちゃんとありますね。でバスタオルもちょっとあると、やっぱ木ですね。うん、でね、一番ねメインなのは本当ねここですよ、ここ。一番の目玉がねここですよね。これがすごいな。これ見ながらねお風呂入れるっていうやつですね、これね。そう、普通の沖縄のねリゾートホテルとかっていうのは、まあ結構ねバスルームが海に面しててね、見えるっていうのあるんですけど、ここだとちょっと難しかったのを工夫した感じですよね、ここ開けて。まあもちろんね、これね、ここでちゃんとね、これを閉めれるようになってるんですけど、中に入るとね、こういう感じで、ね、見れると。ちょうど家島タッチが見えるね、ちょうどね。こういう感じだね。すごいなぁ、本当に。もう、やっぱおしゃれなんだよな、ベージュ。もう、おしゃれだね、やっぱね、ヒント。すがやすさって感じでね。最近の作りっぽいですよね、ほんとね。いい感じでね。広さ的にはね、体洗うところっていうのはそんなに広くないんですけど、やっぱりね、バスタブが広いんでね、これが、シャンプーだったりとかが、これいけてるのかな。ね。ボディーソープか。あとコンディショナーとシャンプーと、ね、いやー、ここはねすごいな、本当に。うん、これは絶対貯めてからね行った方がいいですね。はい、一応ねお部屋をねちょっとざっと紹介したんですけど、やっぱりねすごい綺麗。やっぱ7月まだ3ヶ月も経ってないのか、あ、7、8、9で3ヶ月経ってる感じなんですけど、まあ多分ね、ほとんど泊まった方いらっしゃらないと思うんですよね。最初にもあったんですけど、やっぱ緊急事態宣言で8月ほとんど来てないし、だし、まあ、7月とね、9月もね、まあそんなにすごい行き来あったわけじゃないじゃないですか。だからこれからみんなね、多分来ると思うんですけど、やっぱすごい、部屋の中はね、綺麗だし、おしゃれだしね、あともうこれですよね、なんといってもね、景色がね、デージ綺麗。今日ちょっと曇ってるんですよ。だけど、曇っててもね、ところどころ晴れてると綺麗に映りますし、まあ、家島タッチこれだけね、近くで見れるっていうところもないんでね、すごいおすすめだなと思います。で、今からね、一応まあ館内とかも回りながら紹介したりとか、あとまあ夜ね、まあ、インスタとかでもライブやったりとかして、ちょっとどんどん紹介していこうかなと思ってるんですけどね。今日ね、夜は食事はここの中でディナー取ろうと思ってるので、それをやりながらね、見てもらいながらとか、明日朝食もついてますし、まあ、できればねランチぐらいまで取り、本当はね食べてから買いたいなっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとそこはどうなるかわからないですね。まあまあ部屋はね、まあそんなにでも広くはないです、すごい広いわけじゃないけれども、全然これだったら
リゾートホテルの中でもそんなに広くない方だと思うんです。カリウシとかリザンとかね、ああいったところってすごい広いと思うんですけどね、ここはそんなにすごいコンパクトな感じなんですけど、工夫されててね、さっきのバスルームとか、あとまあ景色ですよね、とかが工夫されてる感じですね、オーシャンビューの中でもね。なのでまあちょっと引き続きね、また館内紹介していきましょうね。夕方なんですけど、今ねちょっとねまだ曇ってるんで、まあ館内どうしようかなって思ってるんですけど、まあ、もしかしたらね明日の朝館内は回るかもしれないですね。なのでちょっとまあ波の音を聞きながら、これだけ波の音がね近くに聞こえるってすごいなと思って、このあのね今歩いてってる人たちがいるじゃないですか、ここからね、こっからビーチに行く感じですね。そう、すぐ目の前がビーチなんですよね。どうする？ここね、もうねホテルがね何もなかったので、もう飲み物とかも、ね、自動販売機しかないんですよ。だからねちょっと近くのストアに買い物行ってきます。まあこういうねコンビニもね橋渡らんとないから、ちょっとここでね買い物ちょっと行ってきたいと思います。はいね、これでね買ってきました。これね買ってきました、まあ、何買ったかっていうとね、この三品茶と、あともう一個が、ね、卵入りかまぼこっていうのがあったんでね、このかまぼこを買いました。これ180円するんですね、うん、まあ夜ねもしねちょっとお腹空いたらと思って、ね、買った、まあ、みんなもねちょっと結構ね天ぷらとかもいろいろあってね良かったですよ、ここ、うん、だからコンビニ行って前もって買ってくるか、もしくはねこのストアで買うから、多分これね24時間絶対やってないはずだから、早めにねここ来て買った方がいいかなと思います。ちなみにねホテルはあっち側なのでね、はい行きましょうか。はい、ちょっとね夕日がすごい綺麗なんでね写しに来ました。ここが1階のプールですね。1階のプール、僕なんかが泊まってるところこの辺か、上か、そう上からねさっきはね見てたと思うんですけど、それの下のところですね。で夕日がねすごい綺麗だからね、ここでねちょっと歩いてみたいなと思って、これあれだな、ここでね泳いだら夕日がそのまま見えるっていうやつですね。ちょっと今日はね寒いんでね、ちょっとね、うん、まあ入ってる人もいないし、こういう感じだね。客室が上の方になるとですね。そうそうそう、綺麗だよね。あそこからね海にも行けるみたいですね。サンセットが見えますね。あ、下がセソコビーチなんで、セソコビーチ、セソコビーチなんですね。でここから行くとセソコビーチになってるとですね。これがねサンセットですね。プールからの景色です。いや最高ですねこれマジで。だってねちょっとね低くなってるんですよ、こういう風に。そうだからねここに座ってからね夕日を見れる、ね、いやーすごいいい雰囲気ですねこれは。綺麗な、ほんと散歩しながら、さすがにちょっとねプールに入るっていう感じではないんですけどね、今ね寒いから風もねちょっと強くて、うん、ここもね全部散歩ができるようになってるので、
ですよね、雰囲気が。でこういうベンチがねあってね、ベンチにも座れるようになってます。まあね、僕もベンチに今座りながらね見てるんだけど、最高だな本当ここね。今ね夕方の6時前ぐらいなんですけど、どんどんね日が落ちてきてて、ここにプールに入りながらね。でプールがあのこのなんていうんですか、これこのねこのここがね、こういう風に外に流れていくようなプールになってるので、ヤシの木がね夕日に影になってね、すごい綺麗ですね。プールはね冷たいな、うん、で温水のねプールが中にあるんですけど、今はねちょっともうここは、入れないんですよね。なので外しかないんですけど、外もちょっと寒いんでね、入ってる人が今いないというような感じですね。はい、じゃあねここからはまた、今ね1階の方に来ましたね。ここでね今から夕食を食べたいと思うんですけれども、今回僕はねここではなくてね、1階のビュッフェのねここで食べたいと思うんですね。広いんですけどね、全然人がいないんでね。今回はですね、コロナの影響っていうのもあって、このね、メインのところから選んで、あとはビュッフェになるみたいなんですよね。で、今回僕はね、アグー豚のカツ膳、大きな小鉢っていうのを頼みました。前菜っていうのはねここで取るみたいですね。メイン以外はここで取るというような形になっています。感染防災ですからね、しっかりされてますよね。まあ、こういう風にねかなり取り組みもすごくされてて、でサラダも全部一つずつになってますね。そこもね、これで湯がくんですよね、こうやって麺をね。これに一回こうやって入れて、湯がいてから入れるってね。あれ持ってきた。美味しいね。何食べてるの？あ、そば。
これがね今やっと夜のね7時の感じなんですけど、もう最後ですね、日が落ちますね。今ね食事してきた後にね映してるんですけど、こんな感じですね、まあ本当にね人も誰もいなくてね、ちょっとねまだ寂しいんですけど、いや素晴らしいとこです。瀬長島ってね、もともと海も綺麗だし、車で行ける離島としては有名なんですけど、ここに、ね、大きいホテルってもちろんなかったのでね、民宿とかそういうところばっかりだったんですけど、このねヒルトンもね、まあ、瀬底ビーチまでも行けるし、歩けるような散歩ね、あのヒルトン特有ですよね、この散歩ができるっていうね、こういう作りになってるのでね、非常にね楽しめます。であとはまあ奥にもねコテージができるっていうことなんでね、また夜はね夜でね、まあ、バーとかねこういうラウンジとかはねあんまり充実してる感じしなかったんですけどね、やっぱりなんかちょっと散歩しながらとか景色見ながらとかね、そういう感じで遊べるようなホテルかなと思いますね。リゾートホテルの中でもねちょっと特殊ですよね、やっぱヒルトンっていうのはね、まあこういう景色ですね、すごいね本当、この景色をねやっぱり通常のね民宿とかだとね、まあ、1、2階ぐらいからしか見れないの、これ6階なんですけどね、ここは6階から見える、まあ、もっと上のね9階とかまでありましたけど、そこから見えるっていうのはね最高の景色ですね本当ね、はい。ございます。今ですね7時半過ぎですね。いやーよく寝れました本当にね、はい、まあ、セミの音がね聞こえてますけども、まあ、晴れてねすごい良かったなと思います、まあ、今からね朝食を取りに行きたいと思います。これね朝の8時前ですねの様子です。いや晴れて良かったですね本当、すごい穏やかな海の音がねちょっと聞こえると、あとセミのね鳴き声がね聞こえますね、まだね、すごい綺麗な静かな朝ですね。湯島タッチューが綺麗に見えますね。朝食なんですけれども、まずね洋食と和食っていうのをねちょっと選んで、どちらか一つをね、で洋食の場合はこのね3つの中からメニュー入れると、メインメニューですね。でその後のまあサラダとかそういった一品ずつっていうのはこちらのね方から一つずつ取ってくるというような形で感染防止対策してますね。でまあね、メニューねこういう感じでついてくるんですけど、和食だとこんな感じですね、ね、取る前にはねこういう風にこれねこれを取ってでそれでですね、
個ずつ全部ねされてる。カンカンのヨーグルト珍しいですね。これが和食ですね。和食で、こういうのがジーマミン。レストランがこちらなんですけど、なんですけどね、ここがね温水になってます。温水プールですね。ここがね、温水になってるんですけど、ここじゃなくてね、ビーチの方に行こうと思いますね。で、外でね、立派なスパになってるんですよね。そうです、スパなんですけど、こういう感じでね。で、ここからね、セソコビーチまで行こうと思いますね。ここはプールですね。プールですけどね。セソコのプールをね。綺麗だね、じゃあ。歩いたらね、すぐなんですよ。ね、すぐです、すぐですよ。ここね、ここからですね。ここからね、向かっていきますね。この辺りは前はねレストランなんですけど、まだ空いてなくて、ここがね散歩できるっていうのがね、ここからセソコビーチに行きます。こういうねちょっとベンチがね途中あるのはいいですよね。まあ暑いけどね、景色綺麗だね。ここはマリンスポーツもできると思うんですね。ここはね、うん、またねそこビーチ単体での動画っていうのは出そうと思ってるので、あと反対側にもねアンチャハマビーチっていうのがあって、そこもねすごい綺麗な橋の下ですね。そこの橋の下で、ここにねシャワーがあるな。ここにシャワーがありますね。シャワーがあって浴びれるというような感じになります。で、これですね、デジ綺麗だな。この波の音がね夜だとすごい聞こえるんですよ。これがすごい良かったです。動画だとね真っ暗でねちょっと映せなかったんですけどね。ね、
まあ、デージ系だな。色がね、透明度が全然違うな、マジで。うん、って感じですね。ね。そうですね。うわすごい綺麗。あ、ちゃんと防護ネットもありますね。で、監視員もいて、ちゃんとね管理されてるビーチです。でも天然のビーチであると思うんですよ。うん、ね、飯島タッチがあってと感じですね。ちょっと水をね、バシャバシャ戦いましょうか。水平線にね、ほとんど何もないっていう、水平線があるし、あーすごいね、透明度が多分高いからね、ちょっと今持ってる、あー透明度がすごい高いな、いいですね。まあ、ここまでね歩いてこれるので、ぜひね、このヒルトンの泊まったら絶対ね、セソコビーチは来た方がいいですね。ここら辺がね、多分チュラ海水族館のあたり、元風呂、チュラ海水族館あたりですね。ですね。はい。はい、今回はね、以上になります。ヒルトン沖縄瀬底リゾートね、泊2日してきて、まあレビューみたいな形でねしてきたんですけど、やっぱりね、もうこの瀬底島、もともとねすごい綺麗だっていうのあったんですけど、これだけね。景色が良くて、で海がね綺麗でね、そこの隣のホテルということでね、うん、すごい素晴らしかったですね。で、まあ、まあ感想なんですけどね、やっぱまあヒルトンならではで、散歩がね館内できるようになって、外ね、できるようになってるので、すごいね、すご、過ごしやすい時期だとね、まあ、夜とかはね特に沖縄も暑い時でもね涼しくなるので、その時はねゆっくり歩いてて、まあ、ラグジュアリーな、ね、雰囲気の中ちょっと散歩できたりとかするのが良かったなと思います。緑もすごい多いしね、沖縄のね、まあ、ヤシの木というかね、ああいう木が立ってて雰囲気もすごい良かった。波の音がずっと聞こえててね、夜はねすごい最高だったなと思います。で、まあ部屋に関してもね、まあ、コンパクトにまとまってて、うん、すごい、やっぱ新しいっていうのもあるんですけど、すごい綺麗だったなと思いますね。で、あとはもう間違いなくこれですよね。全室だと思うんですけど、オーシャンビューになってて、家島タッチがね、見えるというような感じになってるので、ああ、よかったなと思います。朝起きた時のね、このカーテン開けた時の雰囲気とか最高だったんでね、よかったなと思いますね。まあここはね、どちらかというと、まあファミリーの方々っていうよりは、まあ、どちらかっていうとカップルとか大人のまあ夫婦とかね、あと年配の方とか、ちょっと大人の雰囲気がある、まあちょっと子供がね遊べるところが少ないっていうわけではないんですけど、まあ部屋もコンパクトだし、あとね、まあ、食事だったりもそうですけれども、結構やっぱラグジュアリーな大人な感じっていうのが多かったので、まあ、カップルとかね、年配の方々でも夫婦で2人でとかねっていうのだとすごいいいかなと思いますね。うん、結構そういうお客さんもすごい多かったです。うん、なので良かったなっていうのと、あとね、最後に一番はね、この伊江島タッチュー、これだけ伊江島をね、これだけ近くで見れるっていうのと、あとはやっぱ瀬底島ってね、これホテルが、リゾートホテルがねないのでね、民宿とかだとなかなか見れないですけれども、このね高い位置からね、海、綺麗な海見ながら伊江島タッチュー見るっていうのはね、ここでしか味わえない体験だなと思うのでね、ぜひまあ北部で泊まる際には参考にしてもらえればなと思います。まあ新しいですからね。はい。
じゃあまたこんな感じでね、まあ、ホテルも泊まっていけたらレビューしていければなと思いますので、はい、以上ですね。で今回はね GoTo トラベルキャンペーン使ってね1万5000円で、泊まったんですよ、うん、で4000円のね地域共通クーポン返ってきたので実質1万1000円という形でね朝食付きで泊まったので、やっぱ GoTo トラベルキャンペーン使った方が絶対お得だと思うのでね、まあ、多分これはねまた別の動画で解説しますのでね、ぜひそれも見てみてください、ね、はい、今回以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた。